君は助かるの？わからない。しかし、なぜ私がここにいるのか。甲賀と、なんでだ。もうてめえに戦う理由は。終わりのようだな。絶対確かに今のところ弟は主が真に通じ合えねば不可能だ。こいつ、そうか、貴様には残月がついていたな。てめえも分かってんだろ。ここには奴が長年喰らい続けたフォローの怨念が渦巻いて。声、村正！支えてよ、滑るに値する力、それは私の誇りだった。本当はあいつがお前を見てなかったことに気づいてたんじゃねえのか。俺の仲間も隊長たちも死神と残白党に、どうやら時間切れのようだ。一度何が起こってるんだ。フォローの霊圧は消えました。カラクラ城は助かったのか。私が甲賀を間違わせてしまったのだな。消えちゃったの。最後まで。Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhé. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhé. Okay, nhớ subscribe kênh. お前は行かなくても良いのか。いいんだよ。そういえばここは派手に壊されてなかったか。おめえの残。やめろ。次の回、ハクレ。一言も言っておりませんが。確かにそうだわ。勘違いしたのはそちらの。はあ、私は残白刀の洗脳を解いたが元に戻したと。もう一つの質問に答えてください。もう一つの。本来なら持ち主が死ねば残白刀も消えるはずですが。もう一匹逃げたやつがいるんだろう。捕まえてきたら君たちの持ち主を失って暴走した残白刀。面倒なことになりました。時間ですよ。そうか、ルキア、ひとまずこの残ります。却下だとわけ。はーい、乾杯。どちらでもいいじゃないですか。どうも、飲んでください。家で行われた花見の席に乱入してきた。ならば再び催し。盛り上がりが足りなかったのでは。十分盛り上がったではないか。もしや自分が楽しい。いい息抜きになったさ。どうやらこの作戦には無理があったようです。には気に、お前とこうして話すのも悪くないものだな。あの時も心を強く持てたんだ。何もないなどと言うな。捕らえるぞ。はい、やめろ。そこまでだ。離れなければ私には不利。波動の33、総括意染めのない。行くぞ。はい。
技術開発局へ送りました。それそれ、こらお前たち、見えないものを感じちゃったとか。そうか。やっぱり。してよ。かわいそうよね。がしかし、ソウル支えている。いたいた、菅谷隊長いたわ。あ、ちょっと、なんなのこの女。あたしのせい。お前ら、いい加減にしろ。結構いるね。刀の中に。あたしの勝ち。あららら、ほんとだ。うん、そう。まあいいんだけどね。あの時、もうこんな日は来ないのかと思ったが、あの時。サブスクライブは YouTube よ、サブスクライブ会社。ノイバンよ、サブスクライブ会社。オッケー、よ、サブスクライブ会社。早く見つけないと。だが一瞬で消えた。どういうことだ。ハイネコたちを呼ぶか。三白刀さんたちはどうやって元に戻ったの。ああ、そうです。私たちは村正に存在を不安定にされていました。悪いんだけど、技術開発局にもう一度行って頼んでくれないかな。わかりました。そうはおっしゃられても現状。お、帰りたまえ。そんな深い落とし穴があることを教えてくれたと思います。そう、うん、闘獣の霊圧がちょっとね。でも闘獣は戻るところを失った。同じ残白。主を返せ。こいつは先ほど。悪いな。行くぜ。決意。よー、カエルだカエルだ。いってえな。遊ばない。絶対に遊ばない。逃げ足の速いやつだぜ。この先には蛇のやつがおる。まったく、鎖を外すとすぐに。見つかったか。観念したらどうだい。せっかく一人のみんな、また縛られることに。後で分かっておろうな。ちょっと待てよ。オイラだってな、そんないつもいつも鎖につながれた。貴様、やめとけ。今はやめとけよ。こいつらオイラのこと見えねえのか。じゃあ、どうしたのカリンちゃん。え、いや、さっきのコンビニにいた子。これが変な格好だ。これつうか、お前だって子供だろうが。どうもカリンちゃん。誰がこんなん食べるか。食べねえぞ絶対。穴がきにめぐる。まだお腹空いてるんじゃないかな。何、やっぱ幽霊もお腹減るわけ。夜の羽をしよって情けない。素直じゃねえな。まあ親父も一人もいないけどさ、二人が帰ってきたらどっかに隠れておいてよ。そんなもんいねえ。オイラは残白刀だって言ってんだろ。よし、それじゃあ何して遊ぼっか。だからこっちだって。楽しんでるみたい。そうみたい。もう食べ。お前はレンジの残白刀だろ。レンジんとこに帰るのが普通だろ。相変わらず一人のようだな。どうだ、自由は謳歌できてる。心配するな。今のは脅かしただけさ。だがお前が攻撃を続け。味わえたんだ。
この俺に感謝しろよ。